皆さんこんばんは、和道です。2018年1月の25日、22時59分です。よろしくお願いします。雑談しましょう、雑談。近雑談全然やってなかったんでね、雑談やっていこうと思います。よろしくお願いします。最近あれか、昼間ばっかりやってたから、夜のリスナーさん久しぶりな感じですかね。この時間最近やってないよな、そういえば。多分ね、久々にね、リスナーさん、昼間のリスナーさんとね、夜のリスナーさん全然違う、そうなんで。マンスリーやばいよ、やばいよ、150位だよ。マジで？ありがとう、ミノムシさん。大花火ありがとうございます。粋だね。オープニングでいきなり大花火なんて。俺、マンスリーランキング150位？今。やばいね。消えちゃうね。ギリギリだ。ドレさんが、ドレさん、あれだね。復活したね。ギリギリっすね。ついにマンスリーからも消えた。たらもう完全にオワコンだね。マンスリーから消えたらオワコン。明日消えるんじゃないの？今日放送やってないから。わかんないけど。いやー、厳しいね、放送もね。まあまあ、楽しんでいきましょう。紆余曲折あっての人生なんでね。しょうがないっす。やべえな。援護射撃。援護射撃ありがとうございます。そうそう、ありがとう。いつもありがとうね。いや、ほんとやばいよね。 下から数えて、下から一番下だからね。ついに県外になったらもう終わりだよ。いや、ほんと厳しい時代来たよね。そんな悪い放送してるつもりないんだけどな。最近雑談全然やってなかったからかな。もう完全に瞑想しておりますよ。完全な瞑想。完全に瞑想状態だね。何が起こるか分かんねえかな、本当に。みんなありがとう。捨て頃に出てさ、捨て頃で勝ったら巻き返せるかね。何がさ、正解とかないじゃん、この世界って。もう本当に雰囲気とか空気とか好きか嫌いかとか運とかだから、もうね、芸能人の人が占いとかにすがる気持ちがよくわかるよ。芸能界ってさ、あれさ、イケメンとかなんだとかさ、じゃないんだよ。もっと多分、生主の、もっとリアリティのある世界っていうかさ、もっと夢があって、もっと現実的な世界だと思ってて。芸能界にいる人って、精神薬とかさ、占いとかにやたら凝ったりするじゃん。気持ちがわかるね。なんかもう誰かに担保してもらいたいっていうか、売れてる人ほど多分験担ぐんでしょ。僕の人気はなんか前世が良かったとかさ、言ってもらいたいもんね。あなたうまくいきますよって、その嘘でもいいから誰かに言ってもらいたいっていう気持ちはわかる。
根本圭さんっていうさ、その人がいるんだけど、根本圭さんの本の中にある「でもやるんだよ」の精神だよね。でもやるんだよっていう。これさ、ちょっとドレさんの話になるんだけどさ、ドレさんさ、その引き寄せの法則とか大嫌いなの。だけど、ドレさんが言うことって引き寄せの法則とかすごい気にする人で、言葉に吐くことは自分に返ってくるからねとかさ、だからネガティブになんなよとか、あと 捨て頃の時にイメージトレーニングで、アメリカではトレーニングが終わった後、全員サークルになって、自分が花道をこう歩いていって呼ばれて、手を挙げて戦って勝ってっていうのをイメージするんだよって、イメージトレーニングでやるんだよって、それは思いっきり引き寄せの法則じゃんとか思って その割に最近ドレさんネガですね。いや、ネガティブな気持ちにもなるよ多分ね。俺はもっと捨て頃バブル弾けんの早かったから、リスナーさんすごい離れちゃったから、ドレさんは半年間ぐらい猶予があったのよ。でもいきなり来たでしょ、バチーンって。多分ね、ドルさんはね、半年前からの半年間の俺の苦しみがやっと今体感でわかると思うよ。ネガティブにもなるって、それは。なんて言うのかな。食えなかったら食えなかったでどうにかしてたわけじゃん。だけどね、いざね、一回食えるようになって食えなくなるっていうのは辛いんだよ。ああ、見てないからわかんねえな。たまにしか見ねえから見てて痛いんだ。いや、でも辛いんだよ。ドレさんなんかもっと辛いでしょ。俺なんか200とかそれくらいの閲覧あったけど、ドレさんの場合500あるんだよ。500人が見てて、食えないっていうのはさ、俺よりも倍の閲覧、下手したら倍以上か、倍以上の閲覧を持ってて、それで俺よりも収入が低いってことでしょ。辛いでしょ、それは。何をやってんだろうってなっちゃうんだよ。で、例えば、安藤さんとかの放送ってさ、すごくいい放送だと思うの。格闘家とコラボしてトークをするっていうの。でもそれでも花火上がんないでしょ。やっぱきついもんあるよ。俺で言ったら生活保護の放送なんか花火一発しか上がんなかったんだよ。200人とか250人見てて。だから、なっちゃいけないんだけど、そういうさじ投げたらダメなんだけど、辛くなる時はあるよ。やり方間違ってんのかなみたいな。手応えはあるのに、成果がなんて言うんだろう、追いついてこないっていうかさ。そう、すごい辛いね。で、ましてやさ、貸し会議室とかさ、予算をかけてるんですよ。だから通常の雑談よりも金が飛ぶしさ、時間も飛ぶでしょ。だったらダラダラやってた方が良かったのかなとか、いろいろ考えるよね。辛いね。見えないっす。いやいやさん見えてないっすよ。僕だけです。最近は僕は行政と組んでますから、写真だけで食えてますけどね。あ、そうなんだ、すごいね。写真で飯食えるっていいね。
まあ行政とつながるっていうのはでかいよね。国はね、政治家とかね、行政とかとつながると仕事がね、取ってこれるからでかいんだよね。はい、解放お疲れ、こんばんは。なかなかこううまくいかないこともありますよな。今までがバブルだったのか、実力が足りないのかとか、いろいろ考えるけど、手の打ちようがない。もうとにかくやるしかないから。もう本当にね、真っ暗なね、道をね、ずーっと歩いてる感覚ですよ。真っ暗闇の中を手探りでね、ずっとね、歩いて、いい時もあれば悪い時もあるっていう。本当に怖いね。で、流行り廃りっていうか人気商売だからさ。人気なくなったら終わりでしょ。えぐい世界だよな。やりたいことで飯を食うっていう、その、なんだろうな。こう、やりたいことで、やりたいことやってて辛くなるっていうのもあるんだよね。ハートありがとう。解放ありがとう。バガありがとう。でもね、志は高く、目標はどっしりと見据えて、ちゃんとやってこうね。負けないように。ね、格闘家のミノワマンとかさ、マッハ隼人さんとかとお会いできるようになったりとか、いろんなチャンスをね、掴んでるわけだから、負けたらダメだよね、ここでね。ハートありがとう。あ、風船ありがとう。ここで心折れたら終わりだからね、本当に。ふわっちすげえな、この時間帯。391人もいるんだ。配信者増えたね。すごいな。
自分は自営業ですが、マイナスなことを逆にプラスにアピールしてやってますよ。マイナスなことをプラスか。どういうこと？ 俺頭悪いからわかんねえわ。マイナスなことをプラスにアピール。ちょっと待ってね。あ、もしもし。もしもし、誠？どうも。お疲れ。急にかけて申し訳ありません。何？急にかけて申し訳ありません。あ、いいんだよ。雑談中は、電話とつ、誰からでも受けるっていういや、ルール。今、携帯で、やってまして、ワドさんの配信を見た瞬間にネットワーク不安定ですって出まして。そこで LINE 通話いいですかって書こう思ったらコメントができなかったんで。俺は誰からでも突受けるスタイルだから謝らなくていいよ。野球にかけていいですか？いいよ。あ、どうも、よろしくお願いします。ありがとうございます。どうしたの、誠？どうですか？僕の知恵袋コーナーやってます？今。やってない。なんで？ なんでお前のコーナー宣伝しないといけないんだよ。だってコーナー作る言うてたやん。言ってたけど、俺だって配信者だから自分のネタを自分でやんないといけないんだよ。なあ。自己責任でやってんだよ。やってねえコーよ。ナーお願いします。やんねえよ。だからやらないの？じゃあ、やろうよ。やろうと思ってたけど、いいんだよ。俺の好きなようにやるんだよ。なんでお前の宣伝しないといけないんだよ。嘘つきってこと？いや、嘘つきでいいよ、じゃあ。知恵袋毎日チェックしてくれるんじゃないの？いや、めんどくさい。めんどくさい。俺、めんどくさいの一番嫌いなの。ストレスかかんの一番嫌いなの。一回だけ、あれだけ？知らないよ。俺があれだけだと思ったあれだけだよ。また取り上げてくれるんじゃない？何？また知恵袋の回答を知ってくれるんじゃないの？やりたくないんだったらやらないって。どっち？やりたくないときはやらないよ。波があるってこと？波がある、そう。やりたいときにやるから。紹介してくれる？何？やりたいときに紹介してくれるの？面白かったら勝手にやるよ。急に？急に、なんでお前に連絡しないといけないんだよ。もうなんか、でもなんかそういう急にチェックし始めるってこと？俺の好きなように俺が好き勝手に生きてるの、俺は。なんでお前に許可を取らないといけないの？いや、結局は、トランクでもええ許け可ど、とか、どういう、なんか、許可とか報あ告れ？とかめんどくさいから、ね？急に、あれ？じゃあこの、やらない、もう今後やらない。なんでな。めんどくさいの嫌いなんだって。めんどくさいの嫌いなんだよ、俺。誠。めんどくさくないって。めんどくさいって。ボタン押したらええだけやん。めんどくさい、めんどくさい。お前がやればいいじゃん、自分で。カメラ映してや、ワドちゃん。やなんで、ワドリュウキさん。めんどくさい、めんどくさい。友達になってな。お前と友達じゃないから、別に。そんな。なんでって、俺、友達全然いらないもん。あれはのんちゃんはセフレなん。セフレじゃない、彼女だよ。ワドさん、ちょっと聞きたいねんけど、なんか聞いたらワド
その、彼女の目減らばっかりってほ聞いら、たおけど、前のせいでさ、また来るわっつって、大事なリスナーさんいなくなっちゃうんだよ。だからもう、要件をピタッと頼むよ。だら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 お要前と喋ってるわけにいかないから、要件をパッと、リスナーさんいなくなっちゃうんだって、大事なリスナーさんが。件を。知恵袋お願いします。で、嫌だって。もう以上だよ。嫌だ。なんでなん。なんでなんて、めんどくさいから。めんどトくリッさいのク嫌は？なんだって。だってやってくれてめんどくさいとかって報告ねえ、お前がやればいいじゃん。なんで俺に強要すんだよ。いや、なんか紹介してくれる言うたから。いや、だからお前が電話かかってきたことによって余計やりたくなくなった。以上です。やなりんまなんせん。さ、な、何じそれ。ゃあ、だから強要されるの嫌いなんだって。嫌だよ。あれやな。自分で好き勝手やってんだから。だからだだこ今ね後てやるりません。子今後供やみりたいまなせん。感じや。いや、子供で結構だよ。これでやってきたんだから、今まで。いや、頼むよ、本当に。その中でマクドナルド電波ジャックとか言われて、は？マクドナルドで配信してなんか電波泥棒とか言われてたよね。誰に言われてたの？リスナーさんに。誰リスナーって。何年前のいや話してん知の？らんけ知らないよ。お前が言い出したことなんだから、お前が責任取ってくれよ。何？マクドナルドで電波泥棒って。何いのや、そん話？なん友達が言ってた。誰友達って、お前の友達なんか知らないよ。用件終わったんだ。あれ、電話切ってくんない？仕事中だから、俺。仕事してんの、これ。いや、これ仕事なんだけど、俺。え、そうなん。そうだよ。契約してんの、そういう。契約はしてない。自営業。してんの。自営業。うん。何時から何時。活動してるあ、もうめんどくさいから切るよ。超めんどくせえ。はい、ただいま。もうめんどくさいの嫌いなんだよ、本当に。ガキだな、本当。ごめんね、リスナーさん。ただいま。ああ、もちいなくなっちゃったよ。勘弁してくれよ。大事なリスナーさんなのに。自分は自営業ですが、マイナスなことをプラスにアピールしてる。お客さん少ないことを少人数制と売りにしている。あんまり見え張ってやりたくないんだよね。社長業とかってさ、ほら、見え張り商売なの分かるんだけど、ありのままさらっとやっていきたいんだよね。見え張ってると疲れちゃうからさ、ダメなもんはダメだし、いい時はいいで受け入れてこうと思ってやってるけど。見え張ってた、若い時とか見え張ってた時期あったんだけど、あんま意味ないんだよね。本質的な部分じゃないんだよね、そこって。な、そんなことやってると 自己成長を止めちゃうんだよね。よく見せようとか、よく言おうと思えばいくらでも言えるじゃん、人間なんて。でもね、それが通用するのって20代までだと思ってて、結局印象操作とかあんまり興味ないかな。なんか本物にぶち当たった時に苦労するの自分だからさ。うまくいってる社長さんとかダメな時ダメって言うもんね。今調子悪いっすねって。正直に言うよね。ああ、最近調子いいっすねとか。
なんかもう見え張り商売疲れるじゃん。どこもやってなかったので独自性を貫いた感じ。ほうほうほう。例えばさ、配信者でさ、少数衛星とか言ってもさ、ただかそってるだけじゃん。うん、まあそれでね、飯が食えてんだったら全然かっこいいけどね。アイラみたいにマンスリーぶち上がってんだったらありだと思うけどね。いや結果だよ結果。過程も大事だけどね。結果だよ結果、全ては結果。いえよ、了解です。了解です。ありがとうございます。ほうほうほう。了解。ありがとう。もう最近頭よぎるもんね、ほんと働こうかなって。ほんとに頭よぎるよ。すげえ、あのね、あの、バイトやろうかな、すげえよぎる。いろいろ考える。精神衛生上よろしくないよ、ほんとに。こんなのね、頭おかしくなるぜ。マジで。頭おかしくなるよ。まあ実際ね、売れてる人みんな頭おかしいもんね。配信者なんか本当にやるべきじゃないよ。あの、まともな生き方してる人は、仇な人はね、仇でいた方がいいって本当に思う。狂ってるよ、この世界。俺だからね、有吉さんってすごいなって思うの。あの一発当たってさ、億万長者になって、そっから20年近くさ泥を吸ったわけでしょ。俺本当にあの人すげえなと思うんだよね、有吉さん。今じゃ冠もね、何個も持ってるもんね。すごいよな、尊敬する。本当にすげえかっこいいよな。かっこよくない？有吉さん。
芸能界とかでも消えていった人とか、どんな生活を送ってるんだろうね。どんな気持ちで、どういう日々を送ってるんだろう。ありがとう。ボコパン、ありがとう。ありがとう。頑張るね。消えたら消えたで、追悼して、ツイッターとかで。消えたら。ゆうこさんいらっしゃい。どうもどうも、お疲れ様です。増えない時代はダチョウ倶楽部の上島さんが支えてくれてたらしい。ああ、そうなんだ。かっこいいね。なんかステーキ屋で、新宿のステーキ屋でバイトしてたんだよね。博識ぶって良い人になろうとしてるから、行き詰まってる、初心に戻って詐欺したり、ペニス公開した方がいい。うるせえよ、バーカ、消えろ。別に博識ぶっていい人になろうなんて思ってねえよ。それはお前の感想だろ。当分潜るから、勝利を前払いしとかない、しとく。消えないでね。ありがとう。グレート花火ありがとう。当分潜るんだ。なんで？当分潜るの？なんで？なんでなんで？ああ、ありがとう。なんかあったの？なんかあったんだったら DM ちょうだい？なんで？なんか嫌なんだよ。なんかこう、ああ、まあいいか。なんか何も言わないで去っていく人とかも、まあ何か言ってもね、俺の場合だから噛みつくだけだから。 当分潜るんだ。泥水すすって鮮やかに咲く蓮の花のごとく。なんかね、ドレさんやっぱりなんかちょっとインテリだなと思ったのがさ、ドレさんが諸行無常っつって、和道よりもついに和道よりも下になっちゃったって、マンスリー圏外になっちゃったよっつって、諸行無常だわっつったからさ、上司は必須の断りってリツイートしたの。 そしたらね、なんか難しい言葉で返してきたよ。あの人あれだよね、教養あるんだろうね。ググってんだかなんだか知んないけど、なんて言ってたか、なんだっけ、剣なんとか、なんか言ってたな。要は、一回栄えた軍隊っていうのは再び勢力を取り戻すみたいな、四文字熟語を言ってたけど。当分潜るんだ。なんかね、すごいね、結構自分を責めるタイプなのよ。だから結構放送一個一個でさ、嫌な放送とかがあると、もう、なんつうんだろう、こう、自問自答するタイプなんだよね。こんばんは、少なくて、いや、とんでもないです、ありがとうございます。娘が中学上がるからお金かかっちゃって、ありがとうございます、バタフライテールさん。ありがたく頂戴します。なんかね、こう、
結構そのいろいろ考えるタイプなんだよね。考えても意味ないんだけど、もうあの自分でね答えは出てんだよ。悩みからは何も解決しないって。こう上手くなったよ、うん、もうそろそろね多分落ち着いてくると思うけど、うん、噛み癖がすごいからさ。ペコは毛並みがすごくいい。羽並みというか綺麗な頭悪いんだけどイケメンなんだよ。頭わかんないもん。のんちゃん顔だから。みっこさんいらっしゃい、こんばんは。アイテムありがとうございます。楽しんでってください。ハーさんこんばんは。あれだね、結構夜中だからメンバー違うのかなと思ったけど、結構同じようなメンバーだね。ありがたい、金メスのはペアリングじゃないよ。おちょこっていうのはあの器がおちょこ並みに小さいからおちょこ和道っていう名前になった。うん。なんかすげえやだな。なんか俺のこと応援してるとなんか俺の悪口書いた人からフォローされるんだって。でそれでなんか嫌になっちゃうリスナーさんとかもう昔からさたくさんいるんだよ。ネタミソネミもう何がしたいんだろう。本当にやだね。ネタミソネミツネミ恨み、俺は嫌だよ。こんばんはミスケ。
こいつがそういうことやってるんだって。マロングラッセ、ちょっと待ってね。座右の銘は有言実行、和道、和道化師とか言って。あ、すごい、これこういうさ、そのどう思う、みんなどう思う、これ。うん、ハートプレゼントありがとう。いやでもそれでそのもうコメント打つ気なくなっちゃったりとかさ、こいつの思うツボなわけじゃん。その俺はさ、こんなやつ会ったこともないしさ、もうこういうさ活動するやつとか大嫌いなんだよね。ブロックだね、ブロック通報しよう。本当に。のんちゃんのじゃん。え？のんちゃんの絵じゃん。これのんちゃんの絵？うん、あ、じゃあのんちゃんさ、これのんちゃんインスタグラムに上げてる絵なのこれ。うん、なんでのんちゃんの絵持ってんのこいつ。卒業制作。卒業制作？あ、じゃあ肖像権侵害で訴えて通報して。これ。マロングラッセ和子プロフ見てねだって。うん、肖像権の侵害で通報して。うん、うん、通報しよう。通報理由、個人情報の掲載。来た、全員ブロックして、これ。うん、全員ブロック、こいつブロックして。あ、っていうか通報して、通報。もう赤番にしないと分かんないんだよ。みんな通報して。マロングラッセ出てくると思う。あ、それ通報して、全員、全員通報して。うん、
知ってる人はこの内容じゃないよ。みんな通報してこういうバカ。うん。その上でブロックね。はい、さよなら。もう俺はこういう匿名の陰湿な文化大っ嫌い、うん、大っ嫌いですよ。こんなのに負けて、こういう嫌がらせするのに負けてさ、引っ込んじゃったらさ、あれだよ、こいつの思うツボなんだからね。もう昔からなんだよ。もうワド応援してるとアンチがしつこくて、ツイッターとかもなんか変な DM 来るし嫌になっちゃうつってさ、俺が聞かないの分かってるから、なんつうの、精神的に強いから、だから直接勝負してこないんだよ。もう電話かけたりしても論破されちゃうし、普通に正しいこと正しいって言ってさ、言いくるめられるでしょ。だから正々堂々来ないんだよ。だから俺の取り巻きから崩そうすんの、こういうやつって。うん、あのね、通報してブロックして、もう通報件数だから。これ要はね、こういうバカをね、のさぼらせたらダメなんだよ。こんなの放送見せなきゃいいんだよ、こんなやつは。うん、関わったらダメよ、負けたらダメよ。もう俺も何人もさ、それでさ、うん、嫌な思いして、そう、でもさ、なんでかっていうと、俺ね、実はね、嫌な予感がしたの。さっき匿名の花火師さんがもうしばらく潜るって言ったけど、もうこれ何度も、こいつね、多分同じやつなんだよ、ずっと。うん。同じやつなの。ずーっと同じことやってんのよ。何年も何年も。それで嫌になってね、結局離れちゃうんだよ、リスナーさんは。だから俺は、そう、言ってもらいたいの。みんな黙って去ってっちゃうのよ。黙って去ってっちゃうの。だから聞こうか聞く前か迷ったんだけど、今その匿名で花火投げた人が教えてくれて、すごく嫌な思いしたって言って、ごめんね。なんか、うん、なんかもうこういうの気持ち悪いよな。すげえなんか寝つき悪くなるし、ありがとうみんな。こういう俺は卑怯なやり方するやつ大っ嫌いだよ、うん、卑怯者だよ、卑怯者、うん、あ、ジョーブログ100万人いったんだ。ジョーブログはね、あの5万人ぐらいの頃から追っかけてて、あ、もう絶対こいつ本物だわと思って、すごいね、あのアメリカ横断のブログっつうか、あの動画がすごい面白くて、絶対伸びるなと思ってたんだよね。要はね、俺のアンチは、その、俺、どうせね、俺がチンコ出してる動画とかをね、あの、URL 貼って、リスナーに見せようとしてんだけど、チンコぐらいへでもねえわ、うちのリスナーは。チンコなんか見ても何にも変わんねえわ。そう、昔のなんかそういう動画とかを、あの俺のチンコとかを貼り付けてんのよ。アホでしょ、うん、俺の
とチンコ見たぐらいじゃヘでもねえよ、うちのリスナーは。バカが。チンコ見てへこむぐらいのリスナーなんでやわじゃねえだろ。うちのリスナーは。雑談タヌキとかも誘導してる？あ、いいんだよ、もう。それしかやることないの。要は俺の足引っ張ることしか考えてないのよ。バカだから。ほっといていいよ。そんなやつもう、ずっと誰かの悪口書いて一生終えんだから。バカだよ、バカ。いいな、いいな、無視無視。大体さ、やるんだったら稼いでるやつとかやれよな。こんなお前叩いても何も出てこねえよ。どうせかそってるしさ、収入もそんな多くねえんだから、これ以上落ちねえわ、バカ。頭悪いよな、本当に。もうこういうのはふわっちから追放しよう。だから俺は匿名文化が嫌いなのよ。要は名前隠して正義ずらしてやってるのなんか正義でもなんでもないんだよ。マジか。了解。力強いわ。頼もしいわ。いやよさん、了解です。ああ、だから俺の誹謗中傷やらなくなったんだ、あいつ。そう。本当にありがとう。いや、今、匿名でコメント書いてくれた人が、動いてくれるって。うん。運営さんに直接メールで文句言ってあげるって。ありがとう。いやね、ほら、初見さんとかさ、こういうのでさ、フォロワーとか離れてくのよ。うん、初見さんなんだかわかんない。俺別に前科のことも隠してないし、生活保護受給してたことも隠してないし、別にチンコも隠してないよ。はい、ありがとう。いやよさん、了解。こんばんは。ありがとう。でもね、俺はね、卑怯なやつが大嫌いなんだよ。卑怯なやつが。正々堂々と電話かけてこいよ。うん、言いたいことがあるんならかけてこそこそしてねえで、匿名じゃないと何も言えねえのかよな。あ、やり方が汚ねえよ、せこい。こういう人間は俺は嫌いだね。間違っててもまっすぐぶつかってくるやつが好きだよ。前はね、今度ね、俺のサムネをそのままパクって、俺のあのツイッターと全く同じのを作ってね、要は俺のフォローだと思って誘導してるバカとかもいたんだ。多分こいつなんだけど。前はね、俺の勝手に画像とか使って、ツイッターとかも丸パクリしてやってたんだよね。すげえ腹立つよね。サムネ1個作るのね、何時間かけてると思ってんだよな。
なんかこう、リスナーさんに嫌な思いさせようっていうのは考えられないかな。つまんなきゃ見なきゃいいのにね。なんでそれができないんだろう。なんかさ、負の感情を抱いたりとかさ、つまんないものに時間を割ける人間ってさ、本当にわかんないよね。あ、イベントね、俺、登録してない。いつかね、今ね、カテゴリーやってない。今日で終わりでしょ？今日で終わりでしょ？雑談し、普通にやろうと思ったからさ、カテゴリー、雑談カテゴリーにしちゃったんだよね。申し訳ねえ。なんだろうね。なんかさ、よくさ、この前もね、生活保護の放送やってたじゃん。ずーっと放送中にニコ生主が、なんかその、俺のことをさ、前科があるって知ってるんですかとかずーっと書いてきてて。か、生主が誘導してたらしいの。要は小川さんに対して、なんか行政書士の資格を剥奪されませんかみたいなこと書いてて、バカじゃねえのと思って。小川さんもちろん俺が前科あること知ってるのよ。はもうお付き合いする人に全部話してるから、知っててお付き合いをしてくれてんのね。だけどさ、その、どこの生主か知らないけどさ、俺と小川さんがやってることに対してさ、その、何、行政書士のところに通報だとかさ、もうバカバカしくない？なんでこんなに足の引っ張り合いするバカがいるんだろうとか思って、羨ましいのかね、何なんだろう。俺もそういうね、なんか妬み、嫉み、僻みの根性を持ってるやつって全然分からなくて、なんでそういう行動をするんだろうな。いやいや、だから本当に生活保護の困ってる人たちとかにさ、やっぱり、ちゃんと、社会復帰する手助けにもしてもらいたいし、自殺者これ以上増やしたくないし、俺も実際救われたから、知らないっていうのは、情報の格差があるっていうことは埋められるじゃん。だから、良かれと思ってやってるんだけどさ、社会貢献だと思って。いるんだよ、レッテル貼りで叩くバカって。法律も知らない、憲法も知らない、生活保護の制度も知らない、困ってる人がいるのも知らない、弱いものを、弱いも、だからブルーハーツが言ってるじゃん、河本ヒロとか、トレイントレインで。弱いものたちがさらに弱いものを叩くって。俺はこういうの嫌いだわ。弱いやつがさらに弱いものを叩いて、何が面白いんだよな。地獄って言うんだよ、そういうの、仏教では。 それが地獄だよ、まさに。叩くんだったらコメントで叩けばいいじゃんね。別に俺、変な誹謗中傷じゃなかったらさ、答えてるじゃん。でもさ、会話ができないやつなんだよ、アンチって。いや、もうやりとりずっと見てるでしょ、モチとかも。俺は話は聞くから、必ず。で、言いたいこと言うから。ただもう人格否定とかってきりないじゃん。受け入れる気がないのよ。あ、もうそういうやつ相手にしないよ。あ、ダメだよ。屈したらダメだよ、こういうのに。卑怯な暴力とか。こんな完全なさ、あれだよ、IP とかでさ、個人情報取ったら、こんな、あれだよ、誹謗中傷だよ、完全な。名誉毀損だよ、こんな、ただの。コージュンさんいらっしゃい。
でしょ。だから匿名だから、インターネットが匿名だからって好き勝手やってんだもん。こんなんバンバン逮捕すりゃいいんだよ、こんなやつら。なんだ、インターネット登録するときさ、韓国みたいにさ、もう本名で登録してさ、すぐ特定できるようにしてさ、便所の落書きだと思ってからこんなことやるんだもん。あ、まあそれもあるんじゃない。それもあるんじゃないの。だからさ、その下を蹴落としたら自分が上になってるって錯覚するんだよ、人間って。でも自分のポジションって変わってないでしょ。だし、そのまず俺下じゃねえしっていうそもそも。だからもうね、妬み、そねみ、恨みなんだよ。お店なら営業妨害だし、誹謗中傷でさ、こんなんあれだよ、名誉毀損なんだから。ただ単に匿名だからって言ってさ、好き勝手やってんだもん。いや、体全然、体重あれだよ、上がってるんだよ。ただね、ビルドアップしてるんだと思う。肩幅、この辺が異常に筋肉ついてね、 T シャツ当たる場所変わったね。広背筋がすごいついてきた。実はね、太ってるの。絞れてきたっていうかね、グラップラーバキ風に言うとね、痩せたよって、でかくはなったけどねっていう有名なセリフがあるの。お母さんが半年ぶりぐらいに息子を見た時に、あなた太ったっていうの、バキに。バキ太ったって言った時に、バキはね、痩せたよ、でかくはなったけどねっていう。そう、腕は太くなってるよ、よっぽど暇なんだろうね。でもね、あれだよ、もっとタチの悪いのはさ、まあこいつもタチは、こういうリスナーもタチ悪いんだけど、ケンタメンはどつ、あのね、囲いのふりしてさ、うちのコメントではさ、おとなしくしてんのに、他の放送にコラボに行った時、俺の悪口書いてるやつとかもいっぱいいんの。まあ、そんなのは全部ブロック、いっぱいいるんだよ、そういうクズみたいなやつが。要は俺にブロックされたくないから、俺のところではさ、そのファンのふりしてさ、すり寄ってきてんだけど、もうボロクソ書いてんの、他の枠で。他の枠で見つけた時なんか全部ブロックだよ、そんな。もうだから人間信じられなくなるよ、本当に。疑心、俺がイライラするのも分かるでしょ。だからさ、普通にワドツーって、あ、剣ダメワドツね。普通にワドツーって打ってきてもさ、塩対応するときあるでしょ、俺が。おめえ消えろよとか、いきなり言うときあるでしょ。いきなりブチ切れるとき。多分リスナーさん分かってないかもしんないけど、そういうリスナーなの。俺もう、覚えてんのよ、コテハンで。そう。なんか他のところで悪口書いてたりとかしてるのを見てるから、だからおめえ来んなとかいきなり言うの。まだ俺に突っかかってくるのなんかまだ泳がしてるけどね。まあ正々堂々やってる。俺のこと嫌いなのは嫌いでいいのよ。ただ別にその嫌いな人も見ていいんだけど、そのまっすぐぶつかってくる分には正々堂々としてるじゃん。いや、ロムーらない。ロムーらなくていいよ。全然。話の腰折ってないよ。全然全然。人間不信になるよ。本当に。
でもさ、確かふわっちって3アカウント作れるのよ。3アカウントまで許容してるの、ふわっち自身は。公式に。だけど、1個のアカウントをブロックされたら、ログアウトしても見れないし、IP バンにされると見れないんだ。だから、IP を変えるツールっていうのがあるんだけど、海外サーバー経由してっていうのがあるんだけど、そういうめんどくさいことしないと俺の放送見れなくなる。もしくは、ネットを解約してプロバイダー変えるとかね。もう超経験上なんだけど、これ。こういうことやるやつね、実はね、同業なんだよ。もう答えが分かってるからさらに嫌になるの。もう経験上、5年もやってると分かるじゃん。同業なの。要はね、純粋なリスナーじゃないんだよ。それがね、また嫌なんだよ。配信者だよ。配信者の捨てアカなの、これ。9割方配信者。嫌になるでしょ。汚い世界なんだよ。嫌になるよね。過疎配信者だよ。ドロドロでしょ。ワドさんパンチ早くなったね。ただドルさんと達彦のスパー怖かった。あったわ。あれはね、ほとぼり冷めてるし、もう終わったことだし、もう炎上してないからさ、あれだけど、あれはね、ドルさんが言ってることが正解だと思うよ。あれはドルさんが言ってることが正解だと思う。要はね、練習にね、私情は入れたらダメだよ。ドルさんではない。ドルさんはね、どちらかっていうとね、そういうの戦ってるんだよ。ドルさんも同じことされてるタイプだから。ドルさんも同じことされるタイプの。ドルさんはそういうの大っ嫌いだよ。だから不器用なんだよ。俺、ドルさんと俺そっくりだと思うもん。うまくずる賢くやった方がいいんだよ。配信者はずるいぐらいがちょうどいい。いや、不器用すぎんだよ、俺もドルさんも。ドルさんボコボコにされてるように見えましたけど、達彦が悪かったの。達彦があれは悪いね、完全に。どう考えてもマナー違反。あれはね、格闘技やってないと分かんないかもしんないけど、まず、私情を持ち込んだらダメ。私情を持ち込んだらダメ。で、スパーリングっていうのは、強くなるため、お互いに、試合ではないのよ。勘違いしたらいけないの。試合ではないの。で、あれは明らかに喧嘩になってるでしょ。もう、達彦は完全に仕掛けてるの。で、ドルさん一回注意すんのよ。要は原田さんにこんなんでいいんですかっていうのよ。そう。だけどね、あれね、ちょっと変な言い方だけど、実は俺も仕掛けられてたの。アメリカ人に。なんでかっていうと、マススパーしかやりませんよって聞いてたのに、ヘッドギアつけさせたでしょ。あれヘッドギアつけるってことは思いっきり当てるってことなのよ。聞いてない。で、アメリカ人結構本気で結構振りかぶってきたの。多分リスナーからポンプが入ってたんでしょ。ワドボコ戦みたいな。
結構振り抜いてきたから、実際頭もすげえ痛かったの。で、ヘッドギア見えなかったのは見えなかったんだけど、実際、もう明らかに手抜いたのね。そう。俺とかさ、まあ、俺と達彦だけだけど、なんつうの、喧嘩をしに来てるわけじゃないじゃん。で、どちらかっていうとさ、原田さんの枠に、協力しに行ってる立場じゃん。要はゲストでしょ、言ったら。ゲストを身内がボコすっていうのは、ちょっと、事務としてありえないでしょ。やっちゃえっていうのは。そんなところでトレーニングやろうと思わないもん。で、もしやるんだったら事前に声をかけるべき。一言言うべき。本気で言っていいですかって。それがマナーじゃないの。要は、不意打ちを仕掛けてるようなもんなのよ。で、殴っちゃいけないの、簡単に言ったら、スパーリングって。みんなさ、プロのスパーリングとか、試合前のスパーリングを見てるから、プロとかの、バチバチ殴り合ってるでしょ、マサトとか。あれは事前競技で、試合前だから本気でやりますよっていう、お約束の礼儀があるのよ。で、普通の、半年前とかのスパーリング、スパーと試合の違い、試合っていうのは勝敗を決するもんじゃん。で、スパーリングっていうのは技術確認をするの。技術確認。要はコンビネーションの確認であったりとか、力加減とかも手加減とかしないといけないじゃん。あれ怪我するよ。だってあれただの試合だもん。あんなの、じゃあ毎日やってごらんよ。パンチドランカーになるよ。簡単に言ったら。で、はっきり言って、ドレさんも、ローしか本気で打ってないじゃん。要は足で止め落ちてパンチ振り抜いてないんだよ。要は分かれよっていうことなのよ。だから実際アメリカ人とやるときに俺ドレさんから止められてんのよ。アメリカ人に振り抜いたらダメだよって。技術差がもう出てるからっていう。持たない持たない。寸止めはマススパーっていうスパーリングなんだけど、スパーって言っても、動画見せようか、じゃあ。動画見せて解説するね。ちょっとコージュンさんが分かんないみたいだから。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。じゃあね、例えば、プロ同士のスパーリング見ようか。プロ同士のスパーリング見てみよう。まず。これがプロ同士のスパーリングなんだけど、これ当ててる？これプロ同士だよ。コージュン、これ当ててる？こういうふうにやるんですよっていうデモンストレーションなの。音がパスパスって言ってるでしょ？だから触るようにやるのよ。要はダメージが抜けないように。ごめん、わかんないわ、みのむしさん。フォローバック狙ってんじゃないのかな。わかる？ボディは強く打ってもいいの、そこそこね。ボディは。でも、頭ってダメージが残るんだよ。実際3日間俺頭痛かったんだよ。このスパーリングの回で。わかる？振り抜いてないのわかる？これ見た後にじゃあドレさんの見てみようか。ドレさんと達彦の。音が違うから見てて。ゆっくりじゃない、スピードは速いの。これ見ててよ。音が違うから。本域で入れてんのわかる？もちろん、要はね、これ試合なんだよ。わかる？
これ技術確認じゃないでしょ、試合でしょこれ。ね、こんな思い切りやっていいんですかって。これはドルさんが言ってるのが正しいよ。ゆっくりっていうかスピード上げてんだけど振り抜いてるのよ。これは要は喧嘩と一緒で相手を殺しに来てるのね。試合じゃないから抜けとも言ってるでしょ。そう、うん、そう、これは絶対やっちゃいけないことなんだよ。そう、しかもそのドレさんとかはさ、ゲストなわけじゃん。で、放送を面白くするためにこんなことやっていいのって話は、ほら思いっきり入れてるでしょ。それは切れるよ。だからドルさんが本意気で入れてんのって蹴りだけなの分かる？俺別に辰彦も友達だしドルさんも友達だからさ、どっちの肩持つとかないけど、これは明らかに辰彦が無礼だよ。注意しないのは、要は辰彦修行の成果をドレさんで試そうとかポンプがあったから。俺は悪いけど原田さん、要はアメリカ人にも俺同じことをされたから、要はなんつうの、そういう風にしようとしてたとしか思えない。うん、だから怒るの。だからドレさんはさ、原田さんに対して言ってるのもあるんだよ。ドルさん本気じゃないよこれ。まあ、うん、本気じゃないっつっても8割ぐらい出してるよ。だけどそのなんつうの、これをやるんだったら事前に言っとくべきだと思う。事前に言っ、そう。でドルさんが怒るのよこの後。いや、そんな、いやいや、そうだよね、自分も弁護さんの、やってましたよね。関係ないよ、そんな。いや、やってましたよ。今のテンションでやってるのに。いや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 。まあ、遅れてきて、ここぞとばかりと、お前。何すか、遅れてきて。自分は仕事してるからね、俺。仕事してるから。原さんとはあんま言いたくないけど。いや、言わんかったらいいじゃないですか。言いたくなかったんやったら、もうお前からやんないよ。俺もやりたくないさ。いや、あのね、ちょっとドリンク取ってくるわ。ちょっと待ってて。まずいくつかあると思うの、いくつか言い分が。あのね、ドレさんは前回その便所さんに同じことをしちゃったわけですよ。それはみんな知ってるよね、同じことをした。でもね、だからといって辰彦がやっていいとは限らないの、わかる？そのドレさんが間違いを犯したから辰彦が間違いを犯していいっていう考えでは俺はないのね。うん、でどっちが勝ったか負けたかの以前の問題で、俺はスポーツマンシップがないのが嫌だ。うん、格闘技ってただ強くなればいいんですかっていう、そんなのだったら俺格闘家なんか
リスペクトしねえわ、うん、心も鍛えようよって話じゃん。スポーツでしょ、喧嘩ですか、だったらストリートファイトでやりなさいよって思うの。そう思いません？スポーツじゃないのって。それは思う、正直、うん、俺は心の未熟さが出てると思うよ。そうやって格闘技やってる人バカにすることは絶対あかんから。そんなね、選手みんな一生懸命練習してるのに、そう、選手1分以内に勝てるとか、俺はあいつら下を見てるとか、 YouTube でも上がってるから、そういうこと下で発言することやめてくれ。コメントください。で、これは達彦言ってるのは一理あると思ってんの。俺は達彦の言い分は一理あると思ってんのね。あの達彦ヒコとドレさんが言い合ってるのは知ってるから。でもね、それは言論空間でやるべきだと思うの。要はそれをじゃあスパーリングで白黒つけましょうよって言うんだったら事前に話するべき。ちょっと白黒つけませんかって、僕本気で言っていいですかって。でドレさんが嫌だっつったらやらないべき。ドレさんをゲストに招いて、要は不意打ちと一緒だから、わかる？言論なら言論でちゃんとやるべきなの。そう、言ってることが納得いかないんだったら場を設けて。そう思うよ。頑張ってるから、うん、ここは原さんのでな、原さんの練習会の参加してるから、あんなお前いきなり仕掛けてくるようなことは俺はやらない。いやいや、蹴ってるの、あなたも蹴ってましたよ、その意味やったら。もういいっすよ、その意味やったら。読むことはないですか、だからこれが難しいところは、ドレさんも多少仕掛ける部分があるの。俺はどちらにも肩入れしてないよ。ただアメリカ人にその同じことを実はされてるのよ。俺はいなしたの、実は。実はアメリカ人もそのポンプが入ってて和道と再戦みたいなのになってたんだって。で本域できて、まあ実際そのヘッドギアが見えづらかったっていうのもあるんだけど、実はヘッドギアつけるのも結構抵抗があったのよ。そっち見てみようか。ちょっと前から見るね。だってさ、前までさヘッドギアそのつけなかったのに、いきなり俺とアメリカ人になったらヘッドギアつけるって、それ本気で殴り合いますよってことなのよ。だから俺結構その言ったの、なんでヘッドギアつけんすかって。だから結局俺はそのいなしたのよ。要はそのなんつうんだろう、こういうことにならないように。俺はどっちに肩入れするつもりもないけど、明らかに今回の件は達彦が間違ってると思うよ。やっぱここでアメ君と和藤さんじゃないの？因縁対決。これは何の因縁もないよ俺。ほら、わかる？もうこの言葉の節々に出てるじゃん。因縁対決って言ってるのよ。つまりその事前に俺が知らないところで勝手に因縁作ってるのわかるでしょ？あ、アメリカ人本気で振りかぶって見たらわかるよ。この後因縁対決って言ってるのよ。それがちょっと見てると。結構やっぱまだあので因縁なんかないって言ってるの。俺と確かいいにしろ。ちょっともしあったらギアつけてもいいですか。そうですね、そうしましょう。そう、顔が見えなくなりますけど、はい、ちょっとやりづらいやりづらいんですけど、まあそうしたらお互いとそう今ぐらいの感じだったらいいと思うんで、お互いディフェンスできてないから入っちゃうから、お互いやっぱ当たってちょっとここで話してるでしょ。部屋につながりそうな気がするんで、ちょっとやりづらくなるんですよ。同じで顎を引いてっていうのは同じじゃん。うん、
だから俺はこれは正直気分があんまり良くなかったよ、うん、その練習に集中はできないとは思ったよ。で俺ドルさんに言われてんのよ、あの正直言って俺多分その絶対はないけどアメリカ人より今上手いと思うの俺、自己分析して、あのこれはその強がってるとかじゃなくて客観的に見て多分それはあの格闘技やってる人ならわかるはずなんだよ。でもねさすがにねやりづらいよこういうのは、気持ちよくないもん。でこのあとドレさんからも忠告受けてんの、お前アメリカ人手抜けよってよく聞いて、ちょっとね、見にくくて怖いけど、はい、若干ね、圧迫感がちょっとあるんですよ。もうあれだ、別に試合とか倒し合いじゃないから自分のコンビネーションを試すんだよ、うん、ドルさんもコンビネーション試せよって言ってるの。それは練習じゃないから、だから言ってるでしょ、練習はそのスパーリングっていうのはコンビネーション試したりとか怪我しないようにやるもんだよって、相手倒すためにやるのよって。そうあのね、それは捨て頃でやろうって言ってんの。そう怠け者さんの言う通りで、そのために俺体張ってるわけよ、命がけでやってるわけよ。捨て頃に出ようよじゃあ、うん、やるから。うん、俺テルトも怖かったけどやったよ捨て頃でやろうって、試合でやろうって、なんでその練習会でやるのって、うん、いや一応ねマスパーじゃなくてスパーっていう手だったから、ただその手は抜くっていうことで話はしてたの、うん、ほら今思いっきり行くなよって忠告受けたじゃん、ドレさんから。だから本気で行くんだったら本気でさ腹くくってやるからさ。そう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 。で、ちょっと僕もレフリーとして、まあ、ちょっと強くなりすぎたりしたら止めるんで、これつけてはいますけど、別に強くやるためにつけてるんじゃなくて、一応そう、安全性なんで、はい、はい、自分の今日習った技術、ワンストの時に横を向かないとか、はい、避けて。って言ってるじゃん。わかる？技術確認なんで強くいかないでくださいって注意事項をやってるじゃん。だけどさ、その、なんつうの、まあ見て。ボディーとか、そのやつね。はい、やりましょう。それともヘビー級だから結構。じゃあ行きますよ。あの、簡単に壊れるのよ。パンチ打ってると。お願いします。はい、ゴー！うん。雰囲気で察してるよ。うん。もう自分から。圧はいい。圧はいい。自分から。見えないなって。そう、見えない、見えない。自分から行かないと。音でわかるでしょ、振り抜いてるの。一発目の音でわかるでしょ。これ怪我するって。だから踏み込んでないの分かる。アクションアクション、もうジャブだけでもジャブだけ、そうしっかり相手とグローブ触って。俺インファイターなのに踏み込んでないでしょ。攻めないと、攻めないと、ブレーキ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 、はい、中央中央いきますよ。そうもっともっとコンパクトに、コンパクトに技術の練習して、ね、でさ、スタミナ切れとか叩かれたけどさ、スタミナなんか切れちゃいないですか。相手に相手に、
くらい、してくらい。あとボディ、あとボディ。ストップ、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 ストップ。これボクシングか、はい、明らかにさ、喧嘩になっちゃってる。こういうの嫌なんだね。こういうの嫌なんだよ。で、後で見たら分かるけど、ウィービングとかで避けてるんだよ。いやもうだから完璧にそう、熱くなってんの冷まそうとしてんのよ。大振りっつうかね、もうだからその倒しに行くパンチなんだよこれって。ほらウィービングで避けてるでしょ。別に見えてるのよ。でもさ、今のって振り抜いてるの分かるでしょ、パンチを。見る人が見たらすぐ分かると思うんだよね。別にヘタレって言われてもそれでも全然構わないよ俺。こんなんで怪我してたら意味ないもん。振り抜いてるでしょ。振り抜いてるでしょ。でさ、その前やった時の動きっていうのがこの動きなのよ。こっちが本ちゃんのスタイルなのよ、うん。全然ファイトスタイル違うでしょ。ではね、その技術差があるといいんだけど、技術が拮抗すると危ないのね、格闘技って。技術が拮抗すれば拮抗するほど危ないの。だからまあそのまあ要約すると、今回の件に関しては注意不足だと思うよ。なんだろう、お世話になった意味で言うのもあれだけど、うん。まあカウンターで入っても触ってるだけで、カウンターでさ首ボーンって跳ねてさ3日間頭痛いぐらいなんだから。いや、応戦しちゃってるっていうよりもね、あれはもう原田さんがやっちゃってくださいって言ったから蹴りだけ入れてんの。蹴りだったら歩けなくなるだけだから。だからマナーは守ってんだよ。パンチ振り抜いてないよ。要は相手が来てるのを牽制するために足で止めるってね、格闘家が街で喧嘩で絡まれた時によくやるんだけど、足を殺すの。足を殺して動けなくして繊維喪失させるっていうのがあるんだけど、辰彦強いでしょ。だからね、まずそのどっちが強いとか、その辰彦よくやったって言ってんのリスナーいたけど、辰彦の枠で俺はあれはどうかと思ったよ、うん。人が離れる。ほら、ドレさんは、俺は格闘家っつうか、アマチュアだからさ、ヘタレだからさ、引こうってなるけどさ、ドレさんはずっと20年格闘技やってて、プライドもあるわけじゃん。うん。いや、喧嘩でしょ。うん。俺はでも別に、辰彦と縁切るとかそういうのはないよ。うん。別にない。応戦じゃないよ、辰彦から打った喧嘩だもん。辰彦から打った喧嘩だから、うん、見てて気持ちいい。そうそう、あれはその擁護 すべきじゃない、辰彦、うん。だったら事前に言うべき、本気で行きますって今日は。俺辰彦からも
原田さんサイドからもアメリカ人からメール来てた時もその本気のスパーやりますっていうのは一言もなかったよ。で俺アメリカ人にこのスパー行く前に何度も確認してんの、スパーやらないよねって、本気のスパーはやらないよねって、俺嫌なんだけどっていうのは動画に残ってるから確認して、何回も言ってるから。で案の定そうなったのよ。嫌な予感はしてたの。あれは擁護したらダメ、絶対に良くない、うん、達彦のためにならないよ、うん、いやいいと思うよ、そのリスナーさんがその達彦の側につこうがドレさんの側につこうが、ただねあのそれはドレさんが単純に嫌いとか達彦が好きっていうので語ったらダメだと俺は思うの。俺も達彦もドレさんも両方とも大好きだから、大好きだから、うん、でもそのなんだろう、俺はそれでもそのどっちの側につくとかじゃないの、じゃなくてダメだと思う、うん、いきなり仕掛けたらダメだと思う、うん、でそれで勝った負けたなんていうのはさ、バット持って不意打ちしてるようなもんなんだからさ、勝ったも負けたもないもん、先に仕掛けたらダメっていうことね、先に仕掛けたらダメって言ってんのトロピカノさん、うん、で達彦はジムの運営の経験があるし、それを分かってないはずがないの、要は意図的にやってるのね達彦は、うん、意図的なの明らかに、そこがダメっつってんの、うん、こんなこと言いたくないけど、じゃあトロピカーナさん、配信外で達彦はなんでドレさんに謝ったんだよ、すいませんでしたって何度も、こんなこと言わせんなよ、なあなあ、明らかに間違ってるの、それをリスナーがどうのこうの言ってる方がおかしいんだよ、配信外で何度も何度も謝ってんだよ達彦は、言わせんなこんなことバカが、いや笑えないよ、達彦本人が謝ってんだから、今日すいませんでしたって何度も、バカすぎるだろこんなん見てて、それでも達彦派ですって。バカすぎるわ、本当に。あんなんじゃいけなくなるよ。マッハ道場のジムに通おうって思う？通おうと思うっていうか、その、練習で原田さんの放送を応援しに行こうと思う配信者がいるじゃん、バカすぎるだろ本当に、いや本人も反省してるんだよ、だったらドレさんが大怪我したりとか、俺が大怪我してお前笑うの、あ面白かったってざまあ見ろって言うの、俺は後味悪いけどね、そんなの見たら、事前の予告もなく思いっきり殴られて、あ怪我したざまあ、鍛えてねえからだ、弱いからだって、試合ならまだしもさ、俺は後味悪いね正直、いや怪我したら自己責任だからだよ、俺らは自己責任なんだよ、
だから自分の身を自分で守りながらやらないといけないんだよ。もちろん鍛えないともいけないよ。うん、だけど練習配信誘われてさ、その企画盛り上げようっつってみんなが動いてさ、あのもっと言うならドレさん、ヤマトさん呼び出してお金払ってんのドレさんなんだよ。ヤマトさんにタクシー代とか出して、原田さんの企画画質少しでも良くなるようにっつってドレさんが気を利かしてヤマトさんとか呼んでんだよ。でヤマトさんとかの交通費とか全部ドレさんが出してんだよ。それでああいう対応をしてさ、辰彦が正しかったってどういうこと？それをドレさんは男気でね、もうドレさんの名誉のために言うけど、いいよって、配信で言えばいいじゃんって、別に謝るなよって、自分のリスナーのいるからあれなんだろうけどって、ただ仕掛けたらダメだよって、事前に言わないとって、分かりましたっつって、で自分本当に悪かったですって何度も謝ってたよ。でも別に配信でそういうこと言わなくていいから突っぱねろよってドレさん言ったのよ。そう、ドレさんの男気がかわいそうだよ本当に。言わなくていいよって、謝罪枠とかくだらないことすんなよって、またやろうなって。だから言ってんだろ、ドレさんの名誉のために言うよ。いやそういうことだよポコさん、気分悪いわこのトロピカーナっていう人のコメント。お前ら配信で勝手に回してるだけだろ、怪我しても自己責任だろって。人のこと応援する態度じゃないよ。ドレさんも配信で言わないよ。ドレさんそういう男じゃないもん。だから現場を生で知ってる人が言ってるんだからちょっとは考えてよ。いや男でしょ。あの場であえてなんで空気壊すような感じでちゃんと注意したかっつったら絶対やっちゃいけないことなんだよ。だから俺のこと応援しなかったら見なきゃいいじゃん、俺の放送。なんで俺の放送に見に来てんの、コメントしてんの。応援する気がないならあなたはここにいるべきではないよ。うん、何しに来たの俺の放送に。何しに来たの。辰彦の放送行きなよ。辰彦応援してんだろ。俺の放送来なくていいよ。うん、俺からお願いした。ここにいる人たちに失礼だよ。みんなさ、その水に切ってさ、お疲れ様って言って、大変だったねって、頭痛いねって、でも頑張ろうね、勝とうねって言ってくれてる人たちの中でさ、お前のこと応援したことも1ミリもないよとかよく言えるよな。うん、別にあなたに応援されなくて結構だよ俺は。うん、アンチがどうとかじゃなくて人としてなってないよ、人として。間違えたことを発信してるの、どこが発信してんの。神さん風船ありがとう。1割もコメントしてないってどういうこと。見なきゃいいんじゃないのって言ってんの俺は。応援する気がないんなら不快な思いするだけでしょお互い。違うの、俺は少なくとも応援してるくれてるリスナーさんにさ答えたいと思って頑張ってるんだ。うん、原田さんの枠に行って何か儲かるわけでもないんだよ。うん、自枠ができないし交通費もかかるし、山本さんのさ機材とかもすごいんだよ。トランク3個ぐらいの数なんだよ。それをさ一緒に運んだりとか、お前はただで見てさあ面白かったとかくだらねえとか言ってるだけで、こっちは必死になってやってるんだよ。うん、お前にはその苦労わからないかもしれないけど、お互い頑張ろうって。格闘技のプロから教われるって。原田さんもあそこのジムを店に出してるんだよ、マッハさんに頭下げて。お前は誰かが怪我したりとか不快な思いしてるね、誰かが心配してるようなことをさ、ああ面白かったバカだなこいつで終わらせるような人間なんだって。頭が回らないから。メガホンありがとうございます。一生懸命やってる人間をバカにするな。うん、俺はそういう人間大嫌いだよ。うん、みんな必死になって金がない中時間がない中一生懸命やってるんだよ。それでマナー守れないっていうのを注意して何が悪いんだよ。なんとか言えよ。何しに来たんだよお前は。
だからお前はなぜ俺の放送を見てるんだよ。バカありがとうカムさん。一生懸命のレベルが低いと思うんだったら見なきゃいいじゃん。違う？俺が言ってること間違ってる？なんでその不快にさせに来るんだよ。一生懸命やってないのが今の結果っていうかさ、もう消えてくんね。一生懸命やってないと思ってるんだったら。結構ですよ。それはあなたの主観でしょ？うん。俺は一生懸命応援してくれてる人がいるんだよ。働いてるお金の中でさ、少ない給料の中から水に切ってくれて、俺の活動を応援してくれる人のために頑張るわ。お前らのために頑張ってるわけじゃねえんだよ。あ、リンさんごめんね。リンさんありがとう。何を反論してんの？一生懸命のレベルが低いと思うんでしょ？別に構わないよ。俺は俺なりにやってるんだよ。うん。俺は俺なりにやってるんだよ。うん。じゃあお前のさ、肉肉さんのさ、言うさ、レベルが高いっていうのはどういうことなんだよ。見せてくれよ。YouTube に動画アップロードしてくれよ。トロピカーナさんと肉肉さんの言う、スパーリングのやり方見せてくれよ。なあ。人のことをさ、自分ができないことをさ、自分ができ、やらない、できないのによく人のこと叩けるよな。うん。あ、ルシーいらっしゃい、久しぶり。うん。いや、思いはあったんでしょ。いろいろ。その、ドレさんとは揉めてたみたいだから。配信上で。お互いディスり合ってたようだから、支援はあったんだよ。だから支援を、その、練習会に持ち込むのはどうなのってこと。いや、ごめんね。俺は納得いくまでこれは言わせてもらうよ、リンさん。うん。これは言わせて。うん。バカにされてる気分だからさ。こういう卑屈な奴らと、卑屈な奴らに負けたくない、俺は。うん。仕事で請け負ってあげるから200万円ください。何を言ってるの？あなたが僕のこと一生懸命やってないっていう風に批判したんだったら、一生懸命やってるところ見せてよって言ったんだよ。仕事として受けようじゃなくて、自分ができないことをなぜ批判できるのかっていうことを言ってるの俺は、うん、うん、ありがとうねリンちゃん、ありがとう。ミノムシさんメガホンありがとう。俺間違ったこと言ってる？綺麗事言ってる？うん。応援する気がないのになぜ見に来るんだっていう質問に答えてよ、トロピカーナさん。なぜ答えないの？自分ばっかり意見言って。俺は答えてるよ、あなたたちのくだらない質問にも。間違いしか発信してないじゃなくて、なぜ見に来るのか教えて。俺のことが嫌い、応援する気もみじんもないのに。そうそう、ドルさんは人集めにも全部協力してるよ。ブドウゾン先輩花火ありがとう。俺は配信者だよ。じゃあ配信者じゃなくて趣味で一人でやってるいいじゃん。俺は配信者だから捨て頃に出て有名になって応援してくれてる人のね、気持ちに応えたいから、勝ちたいから頑張ってるんです。わかる？配信者だからやってるの、うん、言ってる意味わかる？肉肉さん応援する気がないんでしょ、あなたは。俺のことを応援する気がないんでしょ、トロピカーナさんと肉肉さんは。なぜ見に来るのって言ってんの。なぜ見に来るの？見なきゃいいでしょ。うん。俺のこと尊敬もできなければ、努力もしてないって言うんでしょ。一生懸命何もやってないって言うんでしょ。みんな来なきゃいいんじゃないの。お前がやってみろじゃない。あなたが否定したの。一生懸命やってないって。俺のことを。だから一生懸命やり方見せて。あなたは努力できるんでしょ。一生懸命できるんでしょ。俺よりも。見せてよ。なぜできないの？うん。うるせえよ。揚げ足取ってんじゃねえよ。それよりも質問に答えろよ。お前ら無礼なんだよ。質問だけして、自分の言いたいことだけ言って言わせて。俺の質問には答えねえのか？それが人と話をする態度か？トロピカーナ肉肉。答えろよ。俺のこと応援する気がないのになぜ見に来るんだよ。なあ、一生懸命やってない奴を見て笑いに来てんのか？
事実しか言ってないじゃなくて質問に答えろっつってんの。答えてねえよ。なぜ見に来るんだっつってんの。なぜ見に来るのかを聞いてるんだよ。なぜ見に来るんだって言ってんの。答えてねえよ。答えになってねえよ。はっきり言ってお前ら二人不快だよ。不快。うん、ここにいるみんな不快だと思ってるよ、お前ら二人の存在を。なあ、なぜそれに気づけないんだよ。不快なんだよ、お前らのコメントが。間違いを発信してるから見に来る。何が間違ってんの、指摘して。何が間違ってんの。俺は正しいこと何一つ言ってないんだよね。何が間違ってんの。なら見るなじゃねえよ。何しに見に来てるんだって言ってんだよ、二人に。肉肉とトロピカーナ応援する気がないんだろって。不快なんだろ俺の発言が。応援する気がないやつに見てもらいたいとは思わないけどね。うん。肉肉、お前がいなくなっても俺何にも困んねんだよ。お前が死のうが、何しようが、苦しもうが。関わりたくないっつってんの。関わりたくないっつってんの。お前のコメント不快だから。うん。で、俺呼んでねえよな、肉肉。俺の放送見に来てくれってお願いしたこと一回でもあるか、お前に対して。ないんだよ。お前は来るな。不快だわ。正直存在が。俺はだから言ってるでしょ、見に来る来ないは関係ないなんじゃないんだよ。なぜ見に来るんだっていう質問をしてるの。見なきゃいいじゃん。俺も嫌な思いする、お前らも嫌な思いするだろ。少なくともお前らとの会話何にも生まれてないよ。不快でしかないよ。俺はお前らみたいな人間、お前らみたいな人間大嫌いだよ。便所さんが言うならわかるよ、トロピカーナ。出させてもらってる立場だろうって。お前便所さんでもないし、お前と契約してねえかんな。お前に何の恩もないし、何の義理もねえよ。会うこともないし、すれ違うこともないよ。議論なんかしてねえよ、バーガー。お前ら二人は見に来なくていいっつってんの。何しに来たの？何しに来たの？何しに来たの？トロピカーナと肉肉は。何しに来たの？俺は悲しいよ、本当に。あと羨ましいよ。妬み、そねみ、恨みで動ける人間が暇で時間持て余してんだろうな。羨ましいよ。
惨めじゃないの、人の批判だけしてるの。羨ましいんじゃないの、やることある人間が。人の批判、足の引っ張り合いして何が楽しいんだ。なあ、何が楽しいんだ。心がすさまないの。俺は悲しいよ、正直。俺は悲しい。悲しいよ。一生懸命やってる人間を叩こうっていう根性がわからないから。人のモチベーションを下げたり、揶揄したり、嫌がらせをしたり、何の権利があってそんなことができるんだろう。こんな議論をして何か生まれる？君の人生に対して何か豊かになることある？もう一回考え直した方がいいんじゃないの？自分のコメント見てみなよ。はい、さよなら。耳が痛いか。本当にくだらないね。ごめんね、みんな。みんなごめんね。嫌な話聞かせて。ねえ、関係ないのに。自分が言われてるみたいで嫌だよね。なんか悲しくなるし、心がすさむよ。ハートありがとう、カメさん。配信してて何が生まれるのか。飯食ってるだけの配信とか何か生まれてるんですか。飯食ってるだけの配信って、俺飯食う配信なんかほとんどやってないよ。毎日一生懸命ネタ作って喋ってるんだけど。だから気に入らなきゃ見なきゃいいんじゃないの。嫌いなんでしょ。何も生まれてないんでしょ。じゃあなぜ人が集まるんだろう。なぜアイテムをくれるんだろう。あなたがこの場を壊してることって自覚ないんだろうね。あなた一人がこの楽しい場の空気を壊してるの自覚がないんだろうね。友達いる？肉肉。信頼できる人いますか？本音で話できる人いますか？あなたは正直にコメント書いてるだけって言ったじゃん。それって言いたいことを言ってるだけなんだよ。正直でも何でもないの。子供がダタこねてると、一緒なの。わかる？わかる？そんな言いたいことだけ言ってさ、信頼される？信頼して人と話せる？俺は少なくとも君とは友達にはなれないよ。それで悟ってくんないかな。ここは君がいる場所じゃないんだ。申し訳ないけど。悪いけど、他で暇つぶしをしてもらってもいいかな。君が楽しいと思う場所に行くべきだと思うよ。ここは君のいる場所じゃないよ。申し訳ないけど。向いてないと思う。うちのリスナーさん、申し訳ないけど。まずネットの世界とかさ、ネットの側とか言ってる時点でおかしいんだって。一
人と人とのコミュニケーションしてるツールに過ぎないんだよ、インターネットっていうのは。あなたはネットの中でって匿名の中で生きがってるだけなのよ。わかる？もしリアルに行く場所があって友達がいるんだったらこんなことしてないで友達と電話して話しな。有意義な時間を過ごしな。友達たくさんいるんでしょ。こんなところにいる場合じゃないんじゃないの。君はここにいるべき存在じゃないと思うよ。誰も求めてない、ここのリスナーさんは君のコメントを。君一人の言いたいことを言いたいんだったら自分で放送でも開きな、ブログでも書きな。リアルとネットって言ってる時点で君と僕とは考え方が違うから、うん、ただのツールだから、ネットっていうのは。ネットに世界なんかないから。リアルとネットを分けてる時点で俺はおかしいと思ってるから。俺は血の通った会話がしたいの。俺はここに136人、向こう側に人間がいると思ってやってるから。君は機械かなんかだと思ってるんでしょ。配信者を道具かなんかだと思ってるんだよ。だから君は向いてないよ、この放送。どっか行きな。リアルでさぞ充実してるんだろうね。彼女もすごい芸能人みたいで、モデルみたいな綺麗な人でね、友達もたくさんいっぱいいて、親友がいっぱいいて、仕事もうまくいっていて、もしかしたら家庭があるのかもしれないね。うん、そこで充実してればいいんじゃないの、君の大好きなリアルな世界で。ブロックはしない。うん、こういう無礼なやつには無礼な対応させてもらうよ、田中さん。俺は無礼な人間には無礼で対応する。あ、ごめんね、彼女いなかった。ごめんね。それは失礼しました。カオスいらっしゃい、お疲れ。俺はただ単に悪口を言ったりとか足引っ張ったりとか、人のことを否定する人が嫌いなの。関わりたくないだけ。バッキンガム言わなくなった。なんかドルさんアンチブロックしなくなったよね、うん、ね、全然しなくなったよね。俺はブロックした方がいいと思うんだけど。ドレさんの態度もどうなんだろうか。まあまあ、さっき話し終わったよ。一通り話したからさ。俺はドレさんが間違ったこと言ってはいないとは思ったかな。現場にいた感じだと。
なぎさのハイカラ人形みてえに甘酸っぱいこと言ってんじゃねえよって。元ネタが分かんないかんな。なんか何かに向かってやってる時に頑張れよとか応援してるよとか一緒に頑張ろうとか、それあったかい人間が好きだな。無責任なことに積極的な人間はあんまり尊敬できない。無責任であることをずっと主張するでしょ。俺には関係ない、俺の人生じゃない。積極的無責任ほどさ、くだらないことはないよね。無責任なことに積極的になれる人間はよくわからないな。限られた人生で足の引っ張り合いとか人の悪口とか、そこに時間避けるのは羨ましいよ。本当に人の人生にコミットできるほど余裕ないわ。まあかわいそうなんだろうな。なんかこういう表現でしか人の注目集められなかったりとかさ、こういう悪態をつかないと人から構ってもらえなかったんだろうね、多分人生的に。だからそれしか表現方法がないんだよ、うん、いやだからもう苦し紛れのね、図星疲れて痛いとこ疲れたから、もうなんかもうどこでもつつきたくなってんでしょ。もうないものもつつきたくなってるんでしょ。もうさすがにかわいそうだわ。同情するよ。
女の配信者が大好きなんだね。お察しだわ。言い訳は苦しいよ。サバゲー？俺？サバゲー行ってないよ。はい、お疲れ様です。風船ありがとうございます。正論、いやよさん正論。飽きたっていうかね、今忙しくてサバゲー行く時間がないかな。サバゲー行ってないね、全然ね。あと上手抜けたしね、俺。復帰、まあまあ合わなかったからな、上手の考え方と。サバゲーはまあ暇になったらやろうと思ってるけど、のんちゃんと一緒にやろうと思ってるね。上手は今のところ戻る気はないかな。
今日はなんか人間の汚い部分を見た感じがしてすごい嫌な気分だな。のんちゃんにフェラしてもらわないとね。目あるよ後ろに。こういう人間がさ、肉肉みたいな人間はさ、困ってる人がいた時に手差し伸べない人間なんだよ。かわいそうだよ本当に。心の綺麗な人が好きだな。何かに一生懸命やってる人が好きだな。笑顔を作る人が好きだな。小さいことに幸せを感じられる人が好きだな。夢に向かって頑張ってる人が好きだな。もん作り好きだね。いや思ったこと言ってるだけよ。こう何かキラキラしてる人が好きなのね。目輝かせて楽しそうでワクワクしててこう汗を流して逆境にも負けないでキラキラしてる人が好きだね。ゆめこちゃんいらっしゃい。お疲れ。人のいいところを見つけて、人のいいところを褒めて、そういう人間が大好きだね。陶芸興味ある、興味ある。うん、でもねシルバーが陶芸にすごく近いような気はしてきたね。なんかねアクセサリーっていうものの見方が変わってね、なんか身につける芸術品みたいな感じで捉えるようになったかな。アクセサリーをなんかこうファッションとかとは別でね、なんかアートなんだっていうのが作品っていう意識に変わったかもしれない。ちょっと身につける小さな作品というか、うん、なんかそういう捉え方をしたことがなかったから、なんか結構価値観変わったかな。
手先は器用だって言われる方かな、昔から。手先は器用な方かもしんないね。致命的な弱点、少なくとも俺のより数倍どころか数十倍うまいから俺が言うようなことじゃないよ。格闘技に関してはもう全然レベル上なんだから。俺は自分より技術が上だったりとかスキルが上の人につつく余裕なんかないぜ。そこまで愚者じゃないよ俺は。細かい作業イライラ全然しない。むしろなんかこう集中して楽しめるかな。すごい幸せを感じるね。逆だね。うん。なんかこうすごいときめくね。細かい作業やってるとイライラしない全然。むしろそこに幸せを感じるタイプかな。できた作品とかじーっと眺めてるのが好きなタイプだから。うん、本当はね、絵描ける人すごい羨ましいなと思って。自分に絵描く能力がないからさ、絵を描ける人は本当にリスペクトするね。合わない。何勝手に振られたみたいになってるけど。合わない。真逆。いや人間はさ、こうバラバラでさ、こう能力が違うから補い合うようにできてるんでしょ。完璧な人間なんていないからさ。いいことですねって、あ、そうそう、久々3年ぶりぐらいにさ、あの小川さんと飲んでたんだけど、小川さんの後連絡が来て、3年ぶりぐらいに知り合いの社長さんに会って、ほら昔俺映画作業所やりたいって言ってたでしょ、3000万ぐらいできるって。でね、実はね、今ね B 型作業所がね熱いらしい。 A 型作業所ね補助金降りなくなっちゃって今大変なことになってんだけど、 B 型だったらB 型作業所作るんだったら500万ぐらいで作れますよって言ってて、今何店舗持ってるっつったっけな、その社会福祉事業やってるんだけど、あ、 B 型作業所ありかなとか思って、500万作れたらね、ちょっと都内で B 型作業所でもね作りたいよね。障害者の人が活躍できる場所。だいたいね、黒字化するのにね3、4ヶ月かかるって言ってたね。ただその作業所にその5人通えばキャッシュフローが回るって言ってて、運営としても成り立つだろうなとか思って。やっぱ事業をやりたいね。ちょっと夢だね、やっぱ障害者の人が活躍する場を作るっていうのは。40代でねできるようになってればいいけど、 A 型作業所はね、どちらかっていうとね、 B 型作業所は、職業の復帰みたいなニュアンスが多いのかな。 A 型作業所はね最低時給が保障されてるからほぼ仕事なんだよね。 B 型作業所はね内職に近いことをやる、その簡単なタイピングとか、あとね封入作業って言って、ビラを封筒に入れるとか、封筒に切って貼るとかいう、そういう単純作業をやるところが多いね、B 型作業所は。賞金教室の先生をやるのはどうですか？賞金教室っていうかね、その、仕事のことをちゃんと聞いてきたんだけど、国からの仕事を取ってくる場合だと、大体給料100、150円って言ってたかな。1日の給料が150円じゃなくて時給150円だったのかな。
だからコーチンって言うんだけど、仕事を取ってくることができたら助成金が1人につき7000円下りて、吐き出しがどうのこうのでって言ってたから、単価の高い仕事を回せるかどうかなって言ってたね。単価の高い仕事を取ってくることができたら、うん、300円ぐらいの仕事を取ってきたら全然回るって言ってた。だからいかにそのなんかこう内職的な仕事で単価の高いもの、逆に中国とかから取ってきちゃうんだって。中国よりも安い工賃で回るからって言って、それ全然回るって言ってたね。うん、いやもったいないんだよね。その働きたい障害者の方っていっぱいいて、でその働く場所がないっていうのってさ、日本の財産じゃん。だからね、国内でそういう仕事が取ってこれるんだったら回れば社会貢献になるし、そっから社会復帰する人も多いんだって。 B 型作業所で職業をこう訓練して、でその普通の一般の時給高いところに戻っていく人多いんだって。あ、そうそう、営業はちゃんとしないとダメだし、従業員も抱えないといけないから、資格を持ってる人が一人いるの。でもそれはハローワークで全然問い合わせがいっぱい来るって。ハローワークだけで大丈夫だって言ってたね。だから逆にその人がた、あの溢れちゃってる状態だから、箱が足りないんだって今。あのね、新宿にもね10店舗ぐらいしかないのかな、 B 型作業所って。こんだけ人が多くてさ、障害者の方いっぱいいるはずなのに10個しかないってことはもったいないよね、ちょっとね。人が溢れちゃってる状態。 A 型なのか B 型なのかね、わかんないけど、ちょっとやっぱ障害は、働きたいのに働けないっていうのはさ、ちょっと問題があってさ、障害者雇用っていう問題があるんだけど、一般の企業の障害者を雇用する率っていうのは法律上上がってるんだよ。だけどその企業もやっぱ積極的に採用してない状態なので、どうしていいかわからないから、だからその一歩手前の段階なんだよね、 B 型作業所って。逆にだからその大企業とかだと、グループ会社とかを全部統合したその作業所施設とかを作って、別枠の会社を作るんだって。大きい会社だと B 型作業所も別枠の会社を作って、そこに何百人って働いてもらうっていう。で、でっかい会社だとさ、そのなんていうの、そういう封入作業とかさ、タイピングの打ち込みとかいっぱいあるじゃん。うん、ん？通話が来てるね。ちょっと待ってね。電話が来てる。確か一般企業が障害者雇用すると国から手当て、そうそう、それがね、1人につき1日7000円出るんですよ。1人につき1日7000円出る。だから国もその障害者の人が働けるようにって言って、その助成金を出してるな。で、逆にその会社がちゃんと障害者の方を雇用してないと、お金を多く納めないといけないとか、いろいろあんの。だから積極的に採用していかないといけない。
わかんない。なんか電話2件かかってきてた。折り返したんだけど繋がんなかったね。みんなが仮想通貨に資金洗浄して生活保護になれば、資金洗浄、仮想通貨に資金洗浄して生活保護になれば世界はリセットされる。俺仮想通貨はそんな魅力的なツールじゃないと思ってるんだよね。うん、街で見かける詐欺って本当に募金って本当に詐欺が多いの？いやいや、街の募金が 100% 詐欺だとは思ってないよ。ただそのなんて言えばいいのかな、募金詐欺っていうのが実際にあるから俺は信用してないし、あの募金をするときはすごい慎重にやってるかな。フォローありがとうございます。全部が全部詐欺だとは俺思ってないよ。仮想通貨ってなんかそんなにいいものだと思わないし、なんか世の中を変える仕組みだとは思わないかな。あ、いいよ、電話かけてきていいですよ。あの折り返したんだけど繋がんなかったんですよ。電話かけてきてください。あの、もしもし。あ、もしもし。あ、男性の方なんですか？千里さんですか？はい。はい。はい、どうも。あの、ちょっと相談したいことがありまして。はい。あの、今生活保護を受けてるんですけど。はい。今年で43になるんですよ。43歳、はい。で、45歳までには、はい、ちょっと、なんか大阪に住んでるんですけど、あ、はいはい、今現在大阪に、はい。はい、で、地方に行きたいなと思って、はい、どの辺ですか、地方って。北海道は寒そうやし、はい。九州か四国あたり。ほほほ。え、どういった理由でお引越しをされたいと思ってるんですか？半分は、はい、ちょっと大阪から逃げたいっていう気持ちで。逃げたい。ほほ。なんかあったんですか、大阪で。特にはないんですけど、はい、なんか生活してて苦しいから、ほほほほ、ちょっと田舎の方に行きたいなと思って。ほう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 。で、お金もそんなにたまらないと思うんですよ。うんうんうん。あと2年なんで。あと2年。なぜ2年後にその、
現在生活保護を受けられていて大阪で、でな、はい、なんで2年後にそのお引越し、なんかあの、うん、ちょっと、うん、ピンとこないんですけど、うん、45歳っていうなんか切れ目がいいかなと思って、はい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 、うん、で、あの、ど、あ、差し支えなければどういった理由で生活保護って受けられてるんですか？あ、精神疾患です。はあ、はあはあはあ、はあ、はあ、なるほど。んで、あの、お金貯まった分と、はい、ほんで、あの、毎月入ってくる、はい、あの、毎月じゃねえわ、2ヶ月に1回入ってくる、はい、障害者年金、はいはいはい、あれが入ったと同時に、はい、ちょっと家出ようかなと思ってるんですよ。ほう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 。それで、でケースワーカーさんとかに相談されてるんですか、そのお引っ越しの件とか。いや、相談してないです。おお、なるほど。蒸発しようかなと思って。いや、でも手続き上の関係で多分、大変なことになると思う。生活保護って、あの、現金でもらってます？それとも振り込みでもらってます？振り込みです。その振り込みってどうやって立つんですか？立つのはもうその、はい、地方に行って、はい、手続き多分あれですよ、大阪でやらないといけないんで、事前に相談した方がいいと思いますよ、引っ越しするのも。そんな あれ勝手に移動しちゃったら大変なことになりますよ。やっぱ大変ですかね。はい。あと北海道で、はい、まあ、仮に北海道だとしても、あの、はい、生活保護を受給していて多分借りることってできないと思いますよ。その北海道で生活保護を受けてなかったら、職歴とか資産とかないと部屋を借りること自体が難しいと思います。あ、はい、あ、だから病院の先生とかケースワーカーさんに相談した方がいいですよ、はい、引っ越したい旨を。ああ、はい。うん。わかりました。はい。ちゃんと相談したら多分答えてくれると思うんで、病院の先生。通院はされてるんですよね。ああ、通院はしてます。あ、じゃあ病院の先生にまず相談するのがいいと思いますよ。引っ越しがしたいっていうことを。2年後に引っ越しをしたくてっていう。で、はい、病院の先生のアドバイス、聞いて、で、まあ、その手伝ってくれるなら手伝ってもらったりとか。はい。はい。で、あと、その、もしその、まあ、どういった理由でっていうのがあるんですけど、もし引っ越しをする場合っていうのは、はい、その、はい、区役所から引っ越し費用っていうのも出るんですけど、ただ、はい、それってやっぱり税金なんですね。はい、うん、だからちゃんとした理由じゃないと出してはもらえないと思います。あの、生活保護って簡単に抜けることってできないんですよ。勝手にやめたっていうことができないんですね。はい、うん、だからやっぱりケースワーカーさんと病院の先生に相談するのが一番いいと思います。ああ、はい、うん、わかりました。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。相談だったね。貨幣システムがいらないっていうことは、現金のない国に行きたいってこと？ミッキーさん。現金のない国に行きたいってこと？仮想通貨って通貨ではなくない？あれ、仮想通貨っていうネーミングがすごいよね。貨幣システムがいらないっていうのは紙がいらないってこと？
俺はね、ビットコインとかね、ああいうものにね、あんまり期待はしてないかな、今のところ。今のシステムだと、ちょっと、危ないっていうか、貨幣として機能してないっていうか、なんかみんな金が儲かるからやってるっていう感じで、実際に送金してる例をあんまり知らないっていう。だから一部の人が投機対象でやってるだけだと思ってるから、仮想通貨に関しては。だから別に仮想通貨じゃなくてもいいんだよね。仮想通貨を今やってる人って。理由がちゃんと認められればね。うん。理由がちゃんと認められれば。はい、あくまで税金なんで、みんな好き勝手引っ越しできたら大変でしょ。うん。何か理由があったら。認められる、要はケースワーカーさんが納得する理由があったら引っ越しはできますよ、はい、もちろんで引っ越し費用も出してもらえます。なんか仮想通貨、仮想通貨ね、なんかいまいちピンとこないんだよな。仮想通貨って 90% ぐらいを持ってる人が1000人ぐらいしかいないんだよね、日本人って。だから 90% を1000人が操ってる状態なんだよね。あ、ありがとう。バカ、ありがとうございます。うん、あ、全然全然。なんか悩みがあればまた。女の人だと思ってた。男の人だったんだね。やっぱりあれだな、障害者の人が働く場所は絶対必要だな。そろそろ寝ようかな、俺。俺はこのままでいいんだろうかって本当に考えるな
疲れた俺の人生は本当にこれでいいんだろうか自暴自棄だよみんな自暴自棄だよ本当に。大体そのネット生放送全く見ないのに生主やってるっていうのもちょっと変だよな。やっぱ生主の人って生放送大好きだもんね。他の配信も張り付いたりさ、2ウィンドウ3ウィンドウで普通に見てるもんね。思ってたのと全然違うんだけど俺が思ってたのと全然違うんだけど、生主って今ならまだやり直せるかもしんない。32歳、どう思う、やり直せるかな。なんか不安になってきたよ俺は、自分の将来が。すげえ不安。32で何やってんだろうな、ほんと石野に会いたい。俺に必要なの今石野康介だわ。石野康介と酒を浴びるほど飲みたい。あいつと悪口をいっぱい言いたい、世の中に対して石野連絡くれ、酒飲もうぜ。減らるわこんなの。あ、寝れないんだ、辛いね、うん、寝れないのは辛いよね。抑うつ、神経症、医師の呼び出し。ああ、正面小僧さん久しぶり本当にさ、正面小僧さんさ、成金みたいな遊びするよね。え、何、他の生主にも何、1000円隠したりしてんの、俺らだけなのあのね、あの変な言い方だけど、お金をもらっておいて、あのこんなことを言うのはね、とても失礼なのは100も承知で言うけど、ああ、1万円ありがとうございました。本当に助かりました。1万円本当に助かりました、ションベン小僧さん。ただ、悪趣味だよ。ションベン小僧さん、悪趣味だよ、本当に。あれ、結構いろんな生主やってんの？あれは結構好きな企画なんだけど、俺。あの、石野とやったら絶対俺金取れるから。石野よりも運いいから。ションベン小僧さん久々見たわ。あの1万円くれる人なの、この人茂みの中にね1万円隠してね、宝探しやらしてくれる。トレジャーハンティングできるからね多分金持ちなんだろうな。貴族だよ、貴族、現代の貴族。俺らのこう
なんつうの、底辺を這いずり回りながら1万円を探すのをこうワインを飲みながら見てるんだろうね。あ、石野みたいな小銭金しかやらないんだ。何それ、どんな顔で見てんの、どんな顔で眺めてんの、それ楽しいんだろうな多分。俺も金持ちになったらやろう。恵まれない子にトレジャーハンティングさせよう。だって1万円ね、そのポンってあげるのは嫌なんだろうな多分。花火とか嫌なんでしょ。本当本当面白いよな。いや金くれるからね、俺らはね全然助かるし嬉しいんだけど、どんな感じ俺らを眺めてんのかすげえ気になるよ。多分めちゃめちゃ余裕ある人なんだろうね。あー、映画作業所辞めちゃったの、うん、働けるときは働いた方がいいよ。働くのはいいことだよ。あ、マンスリーランキング圏外になっちゃった嘘だろ。ああ、150位にも入れなくなっちゃった。終わった。投資して金持ちになると初心に戻らないといけない時があるのよ。初心っていうのは俺らみたいな底辺を這いずり回ってる人たちのことですか。いやもう俺も石野も若くないんだよ。俺も32でさ、石野も30だぜ。もうなんかやり直しが効かなくなってくるよ。いや働いたら負けなんてのは絶対言っちゃダメだよ。働くことほどその尊いものはないと俺は思ってるよ。働いたら負けなんて言っちゃダメだよ、うん、だってその俺はインプットとアウトプットって言ってるんだけど、その何かをこうもらうだけじゃなくて与える喜びって人間絶対持ってるんだよ。そうで、まあそれがほら仕事ってそういうアウトプットだと思ってるの。やっぱりね、受け取るだけじゃねダメなんだよね。その満たされないんだよね。受け取る喜びってあるけど、うん、石野みたいにならないように。そして俺がそうなった時に希望が欲しい。なんか金くれるやつがいる。ああ、それはかっこいいな、うん、それはかっこいいね、ちょっとねあ、でもいるよ。うん、正面小僧さんの金で飯食えたし、うん、夢を与えてるのね。なるほど、かっこいいね。そうだよな、投資の世界って本当にシビアなんだろうな多分。5万円の遊び、何何それ何、ちょうだいよ、意思の召喚するよ俺。運ないいや俺はね、意思の才能あると思ってんだよね。あいつは一皮むけたら本当にすごい男になるんじゃないかと思ってる。一皮むけるかどうかが一番大事なところなんだけど、俺はあいつの才能を信じてるよ。だってさ、日本でさ、ホームレスでさ、20代でホームレスって見たことある？知り合いにいる？俺聞いたことないもん。日本だぜ。2018年だよ。納豆キムチさんいらっしゃい。うん、世紀末だと思ってるよ、俺は。今の日本は。本当にこれから若いホームレスとか増えてくるだろうし。ネタじゃなくてガチでさ、こんな寒い中段ボール引いて寝てたんだもん。貴重な経験してるよ。それをバネにしてね、あいつは幸せになんないといけないんだよ。取り返さないといけないんだよ。埋もれてほしくないな、石野には。その悔しい思いつうか、本当にね死にたくなるんだよ、居場所がなくて。
10年間誰にも生活保護とばらしてない俺は気分がいい。ああ、俺生活保護は早く抜けたかったけどな。今から召喚で、今からは無理だよ。俺も寝るもん。今からは無理だよ。だってあいつ今、あれだよ。なんだっけ、ほら、セフレの家にいるから、リスナーさんの。だから、あれだよ、新宿にいないよ。今なんか家に、女の子の家に、女の子っつうか47歳のおばさんだけど、谷さんの家にいるから。俺一人じゃダメなんでしょ。俺も今月厳しいからさ、5万円もらえるんだったらがっつくんだけど、正直今5万円即手に入るんだったら結構体張りたい気分なんだけど、俺じゃダメなんだよね。石野と俺なんだよね、多分ね。今からは多分動けないと思う。石野が連絡しても寝てるだろうし、多分和道が俺を知ったら驚くと思う。なんで驚くの、うん、石の波のポテンシャルあるやついるならいいよ。だから相方ってことでしょ。相方今この時間に用意できねえよ。相方は用意できねえわ、さすがに。俺一人じゃダメなの。石の波のポテンシャルあるやつってなかなかいないだろう。君と結構仲のいいコテ、君と結構仲のいいコテ、何これ捨てアカってこと。ミッキーさんが別のコテ班があるってこと。へー、そっちの小手半で、小手半が分かんないと俺誰だか分かんないよ。そんな2つも3つも。あ、そうなんだ。へー、俺と仲のいいってその リスナーさん側からから言うの。自信あるね。俺別に仲良くないよって言ったらミッキーさんめっちゃ傷つかない。みたいな。俺友達だと思ってたのにみたいな。和道さんにゴルゴという名で相談に乗ってもらって映画作業所行く気になって。ああ、ゴルゴさんか、久しぶりじゃん。ゴルゴに変えなよ。はいはいはい、懐かしいね、ゴルゴさんか。いや5万円は正直欲しい。ドキドキする金額じゃなくて喉から手が出るほど欲しいわ。来月すげえ楽になる。うん、私何歳に見えるってキャバ嬢の質問並み。いやー、私もうそういうくだらない会話もうくだらないよね。キャバクラ行かないのそれなんだよね。何型ですか、ご職業、仕事は何やってるんですか、私何歳に見えます、彼女いますか。チェンジ。はい、次の女の子。はい、ループ。なんだこれ。ロムって聞いてます。ああ、皆さんありがとうございます、頑張ります。オムライス焼くの下手だなおい。ごめんね皆さん、いきなり頑張ってくださいって言ったのにちょっといじらすで。オムライス焼くの下手だろう。でも俺好き、皆さんのオムライス好き。ちょ、焦げてるじゃん。ハートマークは綺麗でいいね。オムライス焼くの下手だな、作ってあげたいわ。あ、彼の手作り、失礼しました。優しい彼氏さんですいません、なんか、はい、すいません、失敗したぞ、いじり失敗したぞ。今たった今あのリスナーさんがの心が離れた瞬間だよ。ちょっといじる女性リスナーはちょっとね、初見さんとかね、ちょっとツンっていじるとね仲良くなれるっていう法則があるんだけど、これは失敗パターンね。これは配信スキル、あの仮想配信者はお手本にしないでください。今ちょっとね高度な技術を使ったんだけど失敗しました。
数年前から君を推してるが君は開花する、頑張ります、精進します。いや本当にね、最近本当にねもうバッと入ってて、いろいろ考えるの今、そのもうすぐ6年、まあ5年間、5年間が終わるんだけど、配信人生が5年前に想像してた俺どれくらい達成できてるかっていう、その達成できたこともあるし、逆に5年前俺がなりたかったものってこれなのかっていう疑問とか、その達成できて褒めてあげたい部分と全然違えなっていう、そう想定してたものと全然違うなっていうね、葛藤がすごいの。そのぶっちゃけた話をすると、目標達成はかなりできたんですよ。ちょっとこれいい話だからちょっと延長します。なんかこう頑張ったな、その手に入れたいものは手に入れたな、ただ手に入れたものが想像と違ってたみたいな。あのね、簡単に言うとね、あのなんだろう、リンゴだと思ってたものがすげえリンゴを手に入れたい、真っ赤でジューシーでこう乾ききった喉を潤す最高のリンゴが手に入るんだろうなと思って、リンゴが手に入ったと思ったらそれうんこだったんだよねあれっつって、あれって、手に入れるのも結構難しいんだけど、手にしたらうんこだったっていう、残念だよね。離れない、ずっと前から聞いてる。あ、そうなんですか、宮さんありがとう、うん、嬉しいですね。僕でオナニー何回しました。そうだね、成功する未来、その途中段階の書き直し、このあと、あ、このあとものを思考せよ。いやいや、もう毎日悩むになっちゃってて良くないなと思ってね、本当にね、あのなんて言えばいいのかな、なんだろう、いや多分ね、今本当にね、本当に苦しい時期を乗り越えたんだけど、違う苦しさが出てきたんだよね。もっと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 多分時間がかかる。多分ね、俺はね、そのうんこをこねて多分リンゴに変える作業が始まる。うんこはうんこだから、リンゴだと思ってうんこだけど、このうんこからリンゴを作るよ。いや、いい話じゃない、これ、これ花火が上がる話だな、これは。このうんこを、このうんこ、手にしたでっかいうんこ、臭いうんこを太陽を当て、肥やし、肥料に変えて、リンゴにするんだ。すごいいいこと言ってる、俺。この発想力。そう。あ、ちなみにうんこってここにいる人たちのことだから、僕も含めて。はい。僕らは、美味しいリンゴの肥料になろう。道端でうんこ10個拾ったら賞金出す。え、マジっすか？え、のんちゃん。のんちゃん。あの、Wi-Fi 借りたらダメ。俺、うんこ探しに行くんだけど、極寒の中。そしたら5万円くれるって。え、新宿にうんこなんか落ちてる？え、本当っすか？正面小僧さん。え、すげえ寒いんだけど。のんちゃん、Wi-Fi 借りたらダメ？電波。え、でも、あれか。あれ？速度、あれが、あれだっけ？高いんだっけ？のんちゃん。規制があるのか。え、違うのよ。のんちゃんね、ちょっと、電話代がね、ちょっと高すぎるって言ってね、家族に怒られたばっかりなんだよな。うんこ拾いたい。Wi-Fi 誰か貸して。うんこ拾いに行きたい、俺。5個でいいの？道端でうんこ拾ったら賞金出す。俺多分24時間うんこ探し回るよ。犬のうんこじゃないの？道端でうんこ5個拾ったら賞金出すって言われたんだよ。え、すげえいい企画じゃん。うわうわ、医師の呼び手、医師、マジで、マジですげえいい企画じゃんすげえ神回じゃん。それ犬でしょ、猫でもいいんでしょ、極端な話、馬とかでもいいんでしょ、うんこだったら何でもいいんでしょ、道端に落ちてるうんこを拾うんでしょ。いや、新宿、マナーがいいかな、都会人は。今川さん、風船ありがとう。
うんこ拾いに来て。Wi-Fi。うんこ拾いに来て、マジで。超うんこ拾いに来て。眠い。今？Now？ Now で。そう、今俺 Wi-Fi 持ってねえんだよな。いや、石野起きてっかな。あ、うんこ映したらバンになりそうだな。ナウだって。いや、うんこ映さないとダメでしょ。あ、うんこ映したら多分バンになるわ。ナウか。いや、チャンスつかみてえな。5万円だぜ、5万円。メガホン100ありがとうございます。ありがとう。6年9組変態先生ありがとうございます。すげえな、メガホン100個か。ありがとうございます。うわ、うんこ拾いに来て、マジで。こんなにうんこ拾いたいと思ったこと初めてかもしんない、俺。うわ、うんこ拾いて。どうしよう。ちょっと待って、どうしよう。何時間かかるかな。眠い。本当に5万くれんの？しょんべん小僧さん。いや、しょんべん小僧さん嘘ついたことねえかんな。じゃあ分かった。かりんとうはダメだけど。え？いや、ここで動かないと。え、のんちゃん、速度制限って何ギガで契約してんの今。分かんないの？どうしよう。くそ迷うな。なあ、Wi-Fi 契約しとけばよかった。誰かいねえかな、近くに住んでる人。時間制限何時間ぐらいですか？時間制限何時間ぐらいですか、しょんべん小僧さん。いやー、うんこ。1時間ぐらい？ 2 時間とか。1時間ぐらいですか、タイムリミット。え、5個はハードル高えよ。2時間、2時間だけのんちゃん放送させてもらってもいい？いい？じゃあ今から出ます、僕。じゃあ2時間限定で、2時間で犬のうんこを5個拾う枠やっていいっすか？だって5万円だよ。5万円って収入の何倍よ。いや、頑張るわ。ちょっと準備するわ。何やってんだろ、本当に。俺犬のうんこ拾うために配信者になったわけじゃねえ。やるわ。チャンスもらっていいですか、しょんべん小僧さん。今から2時間で犬のうんこ探し回る枠やっていいですか。おやすみ。2時間か。ちょっと2時間走り回ってくるわ、のんさん。いい、借りて。ごめんね。もしゲットしたら1万円あげるの、んさん。1万円だったら電波全然大丈夫だと思うから、お小遣いあげる。外寒いよ。頑張ろう。5万、犬のうんこあるかな。え、拾うの？5個コンプリート。5個コンプリート。見つけたじゃダメなの？それ袋かなんかに入れるので、5個並べ、ドラゴンボールみたいにしないとダメなの？なんか全部集めて。え、そのこれ1個とかじゃダメなの？1、2とかで放送の画面に映して1カウントとかじゃダメなの？なんでうんこ持ち歩かないといけねえんだよ。持ち歩く必要ねえだろ。俺うんこ探してくるわ、のんちゃん。なんで袋に入れて持ち運ぶの？これでいい？これでいい？なんなんだよ。
ちょ、俺本気で探してくるわ。あ、のんちゃんカバー外したらダメ。マジか。ちょっと行ってくるよ、本気で。放送見る？つけてくる、パッと。いい？5個落ちてるかな。5万円持って帰ってくるから。いや、カミリ、この人も結構何回もこういう企画やってくれてる。よっしゃ、行くか。ティッシュは持ってかなくて。ティッシュ、うん、どうしよう。あ、うんこつかむために手袋。是非の心で失敗しよう。いや、俺は5万欲しい。5万で来月結構ウハウハになるから。死に物狂いで探すわ。え、のんちゃん、これふわっちの配信アプリどこ？普通にふわっち開けば配信。じゃあこれ配信用のアプリと違うんだよ。普通のアプリじゃ配信できないよ。え、アンドロイドはできんの？え、どうやってやんの？あ、できるんだ、アンドロイドは。そう、ログアウトしていいのんちゃん、ふわっち。いい？ログアウトどうやってやんだ。じゃあ行きます。皆さんお疲れ様です。うんこ拾いに行きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。